はい、本日はですね、ノースフェイスのこちらのロゴティを紹介していきたいなというふうに思います。で、こちらの正式名称はですね、しっかりと調べたんですけど、ショートスリーブピクチャードスクエアロゴティということになっております。僕以前ですね、ショートパンツを紹介した時に、リラックスドライショーツとか言ってなんか紹介してたんですけど、ほんまはリアクションドライショーツらしくて、もう名前全然違うものを勝手にレビューしてるっていうことがあったので、ちゃんとお伝えしていかなあかんなと思うんですけども、今回は一応ちゃんとお伝えしたので、もう一回やっておきますね。ショートスリーブピクチャードスクエアドロゴティというのを紹介していきたいなと思います。で、これが2つあるんですけども、こちらがですね、2020年の新作でノースフェイスから出てる T シャツっていうことになってるんですけども、こっちの奥の方はちょっとサイズが小さくて嫁のやつで、こっちの手前の方がサイズが2サイズ大きくて僕のやつってことで、S サイズと L サイズがこちらにあるんですけども、見てもらったらわかる通りユニセックスになってるので、男性でも女性でも着れるっていうような感じになってて、それの紹介をしていくということになっております。で、今日の流れとしてはですね、まずこちらの T シャツの特徴をお話ししてから、その後デメリットというか、ちょっとここ気になるんですっていうところをお話しして、最後に着用動画で終わりにしたいなというふうに思いますので、その順番でいきたいなと思います。まず特徴から見ていきたいんですけども、特徴の一つ目っていうのが、まずちょっと質感とかを見ていきたいんですけども、この触った感じの質感とかがですね、結構がっつりした生地やなっていうことで、がっつりした生地ってどんな生地ってことなんですけど、分かりやすく言うと、この触ってる感覚に近いなと思うのが、結構肉厚なんですよね。生地が分厚くて、で結構ガシガシした感じになってるので、本当に一般的というか有名なところで言ったら、ユニクロのクルーネック T シャツ、ユニクロ U のクルーネック T シャツとかとちょっと似たような質感になってて、ここにユニクロ U の T シャツがあるんですけども、触った感じは結構似てるんですよね。で、音数というか分厚さ、音数なんですけど、その分厚さとかもあんまり変わらんぐらいになってるので、結構生地が分厚めな感じになってるんかなというふうに思います。で、最後の方にですね、皆さんがおそらく気になってると思う落ち首問題の方をお話ししたいなと思いますので、まずは生地とかそういうところの特徴を見ていくんですけども、生地は結構分厚めで、ユニクロとかに似てたりとか、あとそれ以外やったら、こういったチャンピオンの T10-11 的な感じの、これは7オンスあるんですけど、でもそれに匹敵するんちゃうかなって思うぐらい生地は分厚い感じになってるので、ノースフェイスでよく見るようなジムっぽい服というか、運動着というか、ランニング用の T シャツっていうのとはもう全く違って、どっちかっていうと、こう結構私服な感じというか、完全にこう私服によってるような感じかなというふうに思うんですけども、一応生地もコットン 100% で作られてたりするので、本当にさっき言ったようなユニクロのこういうクルーネック T シャツと結構似てるなっていう感じの触り心地というか質感になってるので、こっちもコットン100なんですけど、こちらもコットン100で作ってるので、スポーツウェアというよりかは私服の T シャツというような位置づけかなという感じで思います。で、次こちらサイズ感になってるんですけど、サイズ感っていうのがですね、少し大きめな感じになってて、本当にこうタイトに着るようなピチピチな感じじゃなくて、こうちょっとダボっとしたような感じで着れるようになっているので、その辺とかも考えると、よりちょっと私服っぽいというか、特にこの2020年のトレンドっぽい着方が、できるようなサイズ感になってるんじゃないかなというふうには思います。で、先ほどサイズもちらっと言ったんですけど、こっちのちっちゃい方が S サイズで、こっちの方が L サイズっていうことになってるので、これは女性用、男性用というのはなくて、ユニセックスなんでサイズは一つしかないんですけど、それの S サイズと L サイズを後で着用動画見てもらいたいなというふうに思いますので、まずサイズ感としては少し大きめという感じにはなっております。なので、ちょっとだけ落ち首のお話ししておくとですね、あんまり落ち首って言うと、ちょっと食事の方もいらっしゃるかもしれないので、一応頭文字を取って OTB と呼ばせてもらうんですけど、この T シャツに関してはですね、その OTB が目立ちにくいというか、やっぱりサイズがちょっと大きいので、こうピチピチやったらこう形とか出ると思うんですけど、ダボっとしてる感じなんで、あんまりこの OTB が目立ちづらい感じになってて、もちろん女性に関しては OTB は映らないと思うんですけど、男性の OTB に関しても中とか何も着てなくても映りづらいというか、形が出にくいようなサイズになってるんかなというふうに思います。でですね、一応この T シャツっていうのが、その私服用で作ってあるってことなんで、一見私服用だとそんな値段高ないんかなっていうふうに思う方っていらっしゃると思うんですけど、僕はそう思ったんですけど、やっぱトレーニングウェアとかの方が機能的やから、値段かかるんかなとかって思ってたりとかしてて、でもこれに関してはただロゴ入ってるだけやから、そんな値段高ないっしょと思ったら、これ1枚で6500円ぐらいしてて、結構高いんですよね。で、他のこういう似てるようなロゴの T シャツっていうのは5000円以下で売られてたりするんですけども、これに関しては6500円というところで、多少の違いって何個かあったんですけど、それがコットン100でできてる結構肉厚な感じっていうのが、多分他の T シャツというか、他のこういうノースフェイスのロゴ T って結構あるじゃないですか。それと違うところっていうのが、多分こういう肉厚な部分とかが違うんやろうなという感じで思ったり、あと次には言うつもりなんですけど、このプリントのやり方がちょっと違うかったりとかっていうところが、値段に反映されて少し値段が高めに設定されてるんじゃないかなというふうには思います。で、次はプリントのお話していくんですけども、これが裏面
を今見てもらってるんですけど、表の方っていうのはですね、まあ、こんな感じで、あのワンポイント左上にノースペースっていうロゴがあって、この前のプリントも、後ろのプリントも、あの、染色ではないんですよね。でまあ、染色じゃないってどういうことかっていうと、顔料で染められてて、まあ、これ難しい話するつもり全くないんですけど、まあ、わかりやすく言うと、こういうロゴって二つのタイプがあると思うんですけど、一つっていうのは選択すればするほど薄れてくるタイプ、色が薄くなってくるタイプってあると思うんです。例えばこういったタイプの T シャツって選択すればするだけ、これは染色なんですけど、染色なんで色がどんどん薄く白っぽくなっていくっていうのがプリントでも染色っていうタイプになってて、次こっちは顔料っていうことになってるので、もう一個の方なんですけど、洗えば洗うほど薄くなるわけではなくて、洗えば洗うほどちょっと割れてくるというか、まあ、顔料なんでそのゴムとかが素材に入ってたりするっていうのもあって、こうひび割れが起こってくるんですよね。なので、まあ、チャンピオンの T11 をお持ちの方とかやったら分かると思うんですけど、こういうのって古着とかで見たら結構ひび割れしてるやつってあると思うんですよ。でそれと同じような形で作ってあるので、まあ、長く着れば着るだけどんどんこうシワが出てきたりとかひび割れが出てきたり、まあ、ともすれば取れたりする可能性はあるんですけど、まあ、それが顔料のプリントの仕方っていうことになってて、それをこの背面もそうやし、表の面っていうのも顔料を使ってプリントされてあるので、まあ、そういった経年変化というか経年劣化というか、まあ、そういうところがあるというのが、まあ、この T シャツの特徴になってくるんじゃないかなというふうには思います。じゃあですね、これそんな割れてきたりするんやったらどうやったらええねんっていう感じだと思うんですけど、まあ、結果から言うと対処法はないっていうことになってて、まあ、生地自体がコットンなんでガンガン洗濯機で洗えるので、ガンガン洗濯機で洗うのは全く問題ないんですけど、やっぱりどうしてもここっていうのは割れてきたりはしちゃうので、まあ、それに関してはもう仕方なくて、もう割れへん究極の洗濯ってもうそれこそ着ないっていう洗濯ぐらいしかないと思うので、もう割れてきちゃうのは仕方ないと思うので、もうそれは経年変化と割り切って使うっていう感じにはなってくると思うので、このプリントが染色ではなくて顔料であるっていうところも、まあ、これの T シャツのポイントじゃないかなという感じでは思います。まあ、なのでともすればその10年後とかの古着とかでこういう T シャツがこうひび割れてたりすると価値が出てるかもしれないんですけど、まあ、その辺に関してはちょっと僕もよくわかりませんが、まあ、ヴィンテージをお好きな方とかやったらなんかいやそんなにならへんでとかいやなるでとかっていうのがあると思うんですが、まあ、そういう感じのプリントがされてるということになってますので、洗えば洗うだけ薄くなるわけじゃなくて、洗えば洗うだけひび割れてきたりとか取れたりする恐れはあるということになっております。で、いよいよですね、 OTB 評論家界隈の方からお話しさせてもらいたいなというふうに思うんですけど、まあ、先ほども言ったみたいに、まあ、乳首のことなんですけど、まあ、乳首に関してはですね、これまあブラックなので、まあ、全く見えないし目立たないっていうのはもちろんそうなんですけど、まあ、これはブラック以外にもネイビーであったりホワイトっていうのもあったりグレーもあったりするんですけど、まあ、グレーに関してはいくら肉厚といえども結構汗かいちゃうと色が変わったりとか脇の部分が色変わったりするかもしれないなとは思うんですが、まあ、今回は OTB のお話をしていきたいんですけど、まあ、白の T シャツの場合であれば生地自体は結構分厚めやし、でサイズもちょっとゆとりがあるようなサイズになってて、こうピチピチじゃないので、まあ、おそらくそんなに目立たへんかなというふうに思いますので、まあ、OTB 委員会としても星 4.5 は上げたいなと思うぐらい、まあ、乳首に対してはいろいろ考慮されてるんじゃないかなというふうには思います。まあ、なのでその辺が気になる方とかは極力ジャストサイズよりかはもし気になるんやったらワンサイズ上げても、まあ、いいんじゃないかなというところになっております。では次デメリット行きたいんですけども、デメリットというのは2つあってですね、まあ、1つっていうのが何かというと、先ほど言ったみたいにプリントが割れてくるっていうところで、まあ、ここに関しては僕は全然デメリットと全く思ってないんですけど、まあ、人によったら割れたくないとかそういうのが嫌やっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、これはプリントの染色方法としてはもう仕方のないことなんですけど、まあ、そういう現実は絶対ありますよということになってて、もう1つのデメリットとしてはですね、これ生地が先ほど言ったみたいに分厚いっていうのはいいところでももちろんあると思うんですけど、逆を返せば多分真夏めちゃくちゃ暑いやろうなというふうに思うので、まつがりの方とかっていうのは結構これはしんどいんじゃないかなというふうには思います。まあ、特に涼しくなるような設計とかがされてるわけじゃないので、まあ、本当にガシガシした感じの、まあ、丈夫な T シャツっていう感じなんで、もうどんだけ洗濯してもガンガンいけるし、何も気にせんとバッガバッて着れるような感じになってるような T シャツのタイプなんで、まあ、着てて快適性とかっていうよりかは、まあ、昔のアメリカというか、なんていうか、まあスケーターっぽいというか、ちょっとオーバーサイズで着てて、ちょっとアメリカっぽい文化もあるような、まあ、僕の勝手なそういう解釈なんですけど、そういう感じになってるので、まあ、真夏に来て例えば35度を超えるような天気の時とかにこれを着ちゃうと結構暑いかなと思いますし、それこそまあ僕が今回購入してるこのブラックっていうのは色を吸収しやすいので、本当に真夏とかに着たりしたらこれ倒れんちゃうかっていうぐらい、まあ生地的には結構頑丈ではあるんですけど、まあ、分厚めにはなってるので、まあ、その辺の暑がりの方とかはちょっと真夏着るのは大変じゃないかなというところでデメリットかなというふうに思います。まあ、ただですね、これに関しては
生地を薄くすればその分涼しくはなるけど見栄えは悪いし、生地を分厚くすればする分厚くはなるけど頑丈さは出てくるしって、まあどっちも取ることは不可能なんで、どっちかを取ればどっちかはなくなるってことなんですけど、まあ、この T シャツに関してはちょっとパッと見は分からないと思うんですけど、生地が分厚いのでかなり厚いんじゃないかなというのが、まあ唯一というか、まあ2個のデメリットかなという感じでは思ってます。はい、まあ唯一ではないですね、先ほど2個ある理由だからね。はい、という感じで、まあ一応お話してきたんですけども、まあ僕これ見てもらったら分かる通り、女性でも着れるし男性でも着れるので、まあ本当にカップルとかでも着はる方いらっしゃると思いますし、まあ僕らみたいに夫婦で着るっていう方もいらっしゃったりとか、まあそういうのができるかなと思ったんで、まあ今回嫁にもちょっと購入して、ちょっとモデルになってほしいねんということで着用動画も撮らせてもらってますので、まあ最後その辺を見てもらいたいなとは思うんですけども、まあ今回ですね、この動画を作るにあたって、あのインスタグラムの方でレビューしてほしいアイテムありますかって僕からちょっと皆さんに投げさせてもらったら、皆さんの方から結構問い合わせというかいろんな答えが返ってきて、まあその中でも結構比較的ノースフェイスの T シャツを紹介してほしいっていうのは結構多かったですね。まあ、僕もいろいろ調べてったりしてたら、まあ、僕が唯一見てる以前紹介したチャンネルっていうのがこの T シャツを紹介してて、まあ見れば見るほどこのロゴ T かっこええやんと思ったし、見れば見るほどこの黒がかっこええやんと思って、その紹介されてた方と全く同じ色で全く同じサイズを買ってるので、まあその辺に関しては多分両方見てはる方からしたら、おい真似してるやんけって感じだと思うんですけど、答えから言います、完全に真似をしてますということになってますので、まあ最後は、着用動画を見てもらいたいなと思います。僕が178センチ65キロで L サイズで、嫁に関しては152センチで、体重に関してはちょっとハテナなんですけど、サイズは S サイズということになってますので、まあ、そちらの着用動画最後見てもらって終わりにしたいなというふうに思います。ではですね、本日はノースフェイスのショートスリーブピクチャードスクエアロゴTの紹介をしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。